皆様ご機嫌うるわしゅ、今宵もゴシックチャンネルをお楽しみください。本日は皆様と一緒に昭和のお菓子をこちらの紙芝居で楽しんでいきたいと思います。こちらすべて私が手書きで制作したものになります。以前昭和歌謡のねイベントに出演しましたときに、まあリクレーション的な形で皆さんに楽しんでいただけるように私が試行錯誤を、ね、した、作品となります。ただし主観含む部分がございますので、そちら含め、ご了承して楽しんでいただければと思います。では早速参りましょう。1988年、森永ヌーボー、サクサクモナカの中にエアインチョコ、復活してほしい昭和のお菓子ランキング第1位だそうです。はい。こちらね、知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、この、黄色いキャラ、このゆるキャラが、名前はヌーボーっていうのかな、ちょっとわかんないですけれどもね、印象的ですね。当時、田代正史さんが CM をしておりましたね。うん。駄菓子屋さんのね、他にもコンビニなんかでもね、売ってましたけどもね、今はね、もう見かけなくなってしまいました。さて、続いては、1979年、SB 食品より唯一の菓子部門としてヒット商品になりました、8分の5チップ。これあれですね、なんか、タイトル読むときに気合入るね。大丈夫ですか？ついてきてくださいね。女性でも一口で食べられる大きさとして開発されました。SB さんって、スパイスで有名なね、会社でもあるじゃないですか。なので、味がいろいろ販売されていたそうで、塩味、シソ味、カニマヨ、カレー味などなど出していたそうですよ。うん。このね、黒い背景のね、箱が非常に印象的だなぁなんて思いますね。こちらもね、食べた方多いんじゃないでしょうか。懐かしいですね。はい、続きましては、1986年、医薬品メーカーより販売されました、カルボーン。こちらね、ご存知の方いらっしゃるかな？カルシウムが豊富に含まれている漫画に出てくるような骨型のお菓子。食感が、バキって言ったりして、ボリボリ食べるようなねイメージなんですけれども、味はいちごミルク味、スイートミント味などなどがありまして、まあ美味しくもなくまずくもなく私にとっては気になる存在でございましたが、はい、こういった部分がねちょっと主観を含むというね点でございますね。はい、大丈夫ですか？ついてきてくださいね。はい、続きましては、アイス部門に参りましょう。上からチューペット。1975年、どの家にもあった光景だったと思います。ポッキンとあってチューチュー吸って食べる。今で言うパピコのようなね、存在。はい。あの子の家にも、私の家にもあったんじゃないかなと思います。続きまして、この下。1972年、当初、フルーツメロンとして販売されました。その日、改名され、メロンになり、また改名され、メロンボールになりまして、井村屋さん、双葉食品、シャトレーゼなどなど、複数のメーカーさんより販売されておりました。高級品で手に入りにくいメロンを、当時、子供たちが食べた気分を味わえるようにと、イメージされたシャーベットアイスだそうです。はい。これもね、知ってる方は多いんじゃないでしょうか。で、この容器ですよ。ね、可愛いし、丈夫だし、取っておく方も多かったんじゃないかなと思うんですけれども、この容器の使い道について私調べました。絵の具の筆洗い用水入れ、BB 弾の玉入れ、昆虫入れなどなどに使用されていた方がいらっしゃったそうです。皆さんはね、どんな風にね、使われていたんでしょうかね。これでも今でも、スーパーでも売ってる、んじゃないかな。ちょっとメーカーは、一緒かわからないんですけれどもね。見かけますよね。うん。はい。こちらのアイス部門でした。さて次は、ミント菓子部門に参りましょう。上からまず、グリコスカイミントですね。昭和49年販売。
白いボールで少し甘めのチューイングキャンディーでした。今でいうあのメントスのような、ね、感じに近いかなと思います。オーストラリアの菓子メーカーの製品を日本向けにアレンジし、滋賀県から先行販売、後に全国販売となりました。最初石川県から発売されたそうでね、パッケージがいろいろリニューアルしてスカイレモン味などもあったそうです。私これね大好きで、なんか爽やかでちょっと甘みのあるあのチューインキャンディーだったんですね。そしてその下、カルミンですよ。こちら昭和ではなく大正10年、1921年、明治製菓から清涼菓子としてロングセラーした、ヒット商品でございます。白いタブレット状のねお菓子で、あのこれもねもうすぐ食べちゃいましたね、バリバリと。ファンの方が多数いらっしゃったそうなんですけれども、時代の変化により2015年、94年の、ま、歴史に幕を下ろしたそうでございます。はい、これはね私両方とも復活していただきたいねお菓子でございますね。2015年ってことは最近までね見かけていたということですよね。私もねもちろんこれはねあの食べてましたよ、大好きですね。続いては、はい、ロッテのガム、ロッテはガムいっぱい出してますからね、まず上から黄色い包みのジューシーフレッシュフルーツ味でございました。他にもアセロラ、梅、ブルーベリー味などなど、販売されておりました。こちら当時の、ね、ガムの特徴としては、すぐ味がなくなる。最初食べた時すっごいジューシーなんですよね、うん、ということで、たくさんのフレーバーを出しておりましたね。続いてはこちら、端イブガムゴールド、私これ大好きだったんですけれども、ちょっとね大人めな、香水のフレーバーガムでございましたね。すっごいいい匂い、なんて言ったらいいのかな、あの匂いは。これ復活してほしい。売ってないですよね今ね。知ってる方いるかな、でもこれ見てる方でね、私これも大好きでした。続いては、はい、昭和58年、青りんごガム。半透明のパッケージに水玉模様の銀紙に包まれた四角いガムでございました。中にパウダーみたいなのが入ったんじゃないかな、シュワシュワのね、爽やか系な、あのちょっと粒の大きいガムだったねこれはね。はい、全部知ってる。あのロッテはすごくね、あのガムのイメージ私ありますけれども、ガムだけじゃないか、うん、これは全部知ってますよ。はい、続いてはラストになります。もう終わっちゃうの寂しい。はい、1964年昭和39年ということで、一大センセーショナルを巻き起こしたタバコのパッケージの森永ハイクラウンチョコレート。当時50円チョコレートが主流の中、70円という前例のない価格で販売。風味の良さ、洗練されたパッケージなど多くの人たちに歓迎され大ヒットとなりました。量より質の時代へ意識の変革をリードされたそうです。私これ食べたことないんです。どんな味なのかな、食べてみたい。でもね、ミルクチョコレートっぽい感じなのかな、イメージ的に。ただ今百貨店さんで、高級な、チョコレートとしてね、形を変えて販売されていらっしゃいますね。うん、これもね、今この当時のままでは見かけないですけれどもね、もちろん食べてみたいなーなんてね思います。ということで、森永で始まり森永で終わりましたけれども、あのお菓子はね本当にたくさん種類があったので、私はその中でもちょっとかなり激戦して、書いたんですけれども、もしかしたら第2弾があるかもしれないということで。はい、ということで、ミナノ州懐かしのホルモンが出たかな。今回は昭和のお菓子の紙芝居でございました。皆様、ご視聴、ご拝聴ありがとうございました。